にちは、 ABS プロスタッフの徳江和美です。今回は900グローバル社最新作オールインのレポートをお送りいたします。900グローバル社のプリパードシリーズに新たにオールインが加わりました。今までのプリパードシリーズにはオールデイ、オールナイト、ブレイクダウン、ブラック OPS がありましたが、一番強いカバーストックで S70 ソリッドカバーストックまででした。今回のオールインは S73 パールカバーストックで、以前の900グローバル車で言えばバックパール、ブレイクポイントパール、ザ・ダーティールックがそのカバーストックを採用していました。コア形状は違うものの、スキッドレベルは十分に感じ、ドライゾーンでの反応の良さが特徴的でした。その S73 パールウッド、オールデイやオールナイトのクロックワークシンメトリックコアと組み合わせ、ミディアムコンディションを中心に使用できることを目的としているのでしょう。現行にあるプリパードシリーズの中でも一番キャッチと曲がりが大きく仕上がっています。投球した感想は、率直にプリパードシリーズの中ではかなりパフォーマンスが出ているボールだと思いました。カバーストックの強さはもちろんのこと、ボックスフィニッシュの4000グリッド仕上げがスキッドの摩擦を増やし、ミッドレンドでの動き出しの強さを出しています。このシリーズに採用されているクロックワークシンメトリックコアは、バックエンドの動きにメリハリを出せる形状ということもあり、このオールインでもやや手前から動き出しながらもバックエンドでしっかり軸移動してピンヒットするリアクションを感じることができます。クリス・バーンズが加入してからというものの、900グローバル社はボールの領域の積み分けと運動性のコンセプトがしっかりとしてきました。ハイパフォーマンスのみならず、すべてのモデルにしっかりとしたコンセプトとパフォーマンスが取れているということは、この先注目のメーカーの片鱗を見せているということでしょう。プリパードシリーズでしっかりとしたキャッチとパフォーマンスを1段階上のカバーストックを使い表してきました。ぜひ皆様、この900グローバル社最新作オールインお試しください。